はい、どうもショータイムゴルフです。はい、ダイヤツギカントリークラブ、フラちゃんの方と僕らがマッチプレーで戦っているんで。なるほど。はい、はい、川西と申します。よろしくお願いします。フラちゃん2017年ですか？あ、詳しいですね。はい、前半僕が9ホールマッチプレーして、はい、後半カウント9ホールマッチプレーしていきます。今回はですね、前回の続きでカウントフラちゃんの方が勝負、勝負です。9ホールマッチ行きましょう。はい、パワースポーツコンサルタント、西コース4番ホール、はい、ロングホールになってます。はい、で途中で谷が、これロングなんですね。はい、途中で谷があるので、今日のティーマークからだと250ヤード超えると谷に入ってしまう可能性が高いので。だからアイアンなんですね。そうですね。であと、狙い目的にはやはり今吹き流しの旗が立っている、はい、あそこのフェアウェイ左サイドが狙い目だと思います。左サイド、右サイドはダメなんですね。の方がちょっ と,、浅くなっているので。なるほど、左サイドから狙っていく方がいいと思います。浅倉みくる。はい、で、2打目からは多分なかなかグリーンまで届かないので、はい、3打目勝負になってくるかなというふうに思います。素晴らしい、さすがコンサルタント。もう半端じゃない。クラちゃんでも2オンできないんだな。クラちゃんはいけるかもしれないですね。クラちゃんセカンドで勝負でしょ。勝負に出るんでしょ。いや、出ますよ。出ますよ。出ますよ。クラちゃんって俺こんな面白いの面白いと思ってなかったの。おお、なんか言った通りじゃん。フェアウェイ左サイド、めちゃくちゃうまい。完璧ですね。パーフェクト、パーフェクト。よいしょ、ありがとうございます。3番アイアンですか？はい、すごいな。4番キャリー222、半端じゃねえ。トータル241。完璧。これもいいね、ナイスドロー。話と違うな。もっとなんか OB だらけのイメージありました。最強っす、うまい。いやね、いつもなんかドライバー持たされんだよね、誰かに。あの焼肉屋な。あ、焼肉屋になんか持たされんだよね。焼肉屋が全て悪いんだよね。刻もうと思うとさ、なんか焼肉屋がドライバー持ってくんだよね。あれダメだよ、良くないよ、ダメだよ、ゴルフじゃねえよ、あんなの。はい、左右 OB スプーン、何ヤードこれ。あ、知らない。グリーンは多分303指示ありません、ね、303指示あるの。よいしょ。あべ、曲がってる。いや、もう満体ですね、多分。もう満体。はい、あの、タイ行ってた口調ですね。マンヒール。グリーンまで290ぐらいですね。あー、なるほど。ちょい無理ですね。ここはクラちゃんらしくアイアンで。アイアン兼ハイス。アイアン兼ハイス。アイアン兼ハイス。3番アイアンでいきます。3番アイアン、はい、3番アイアンとか俺入れてないわ。すごいな、あ、3番アイアンだよ。3番アイアン難しい。あんないい球出んの。あ、似たようなとこっすね、うん、はい、はい、パーフェクト、パーフェクト。この辺コンサルタントパーフェクト、コンサルタントチーピンパーフェクト。プラちゃんってこんな面白いんだ。だいたいこんなもんすよ。違いますよ、絶対。絶対違いますよ。プラちゃんだいたいこんなもんすよ。これで取れちゃうんですよ、でも。100ヤードから58だ。微妙ですね。やっぱちょっと手前怖いですからね。安牌だと思います。安牌な攻め方ですね。母さん普通にうまいっすね。ありがとうございます。普通にうまい。ちょっと今でもでかいんじゃないかな。気持ちなんか そんな感じしましたね、少しだけ。傾斜の手前ぐらい多分キャリーしちゃったんで。あ、強いか。おお、いやでもおしゃれじゃないですか今のは。あ、ありがとうございます。バックスピンかけて、クラちゃんの方がいいですね、上りで。ここなんか意外とバーディー取れないですよ。そうですね、はい、確かに。ああ、どうもどうも。はい、なんかクラちゃんに申し訳ない。どうもです。しばしちょっと30秒ぐらい時間もらっていいですか。あ、じゃあ30秒あったら3回打てます俺。下りの7メートルぐらいかな。結構ね、傾斜がきついね、このゴルフ場は。きついね。あれ、ちょっと弱いよ。バーディーパット
入れたら勝ち。上りのスライス5メートルぐらい。ああ切れちゃったすごいね傾斜。うん、お席です。はい、もう OK っす。あ、ありがとうございます。俺も OK でしょこれ。うん、OK だよ。うん、OKOK、OK OK、ほら、打つだけ無駄だよ。いやー、OK はいはいはい。カンが2アップ。2アップ、2アップで残り5ホールですね。あ、希望はある。全然あります。ありますよね。はい、希望だけで生きてきます。お願いします。よいしょ。サンドラの箱も最後。はい、5番ホールショートホール、実測155ヤードになります。 T シャツ短パンなら絶対乗る。 T シャツじゃないですけど。あ、ちょっと悔しそう悔しそうなんかエンターと当たるを足して2で割ったような感じ。うん、見えねえ。どこ。グリーンセンター。お、うまい。あ、乗った。ナイスオン。はい。あ、右側。すごいね。傾斜、なんかティーグラウンドが傾斜してんね。前足上がってるね。前足が上がってる。センターからドローだね、これはね。うん。9番。9番。あー、ダメだこれ。バンカー方向。うん、バンカー入っちゃったね。うっしょ、うん、入った。うっしょうっしょ、行きます。はい、どうも。はい、はい、どうも。はい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 楽しそう楽しいですか。いや、今日最高っすね。昼飯が良かったっすよね。昼飯うまいっすよね、ダイヤ継ぎ。はいこれはカンピンチだね。あ、まあ、ピンチはチャンス。はい、どうも。はい、どうも。クラちゃん今何番でした？8番です。飛ぶな。飛ばし屋8番飛ばし屋だよねバンカーといえばね、もうちょっと待って、バンカーといったらもう俺しかいないよ。最高、ナイスです。うーまうまあれはもう OK だね。 OKOK、 マークミャク。うーん、 OK、 ありがとうございます。おー、うまい、うまい、ナイスタッチ。微妙な距離のパーパットです。これはもう OK だよ。うん、OK だね。うまい。え？え？あー、OK。グラジアに取られた。やべ。ワンダウン。あ、ワンナップ。なんか逆に切れるね。うん。そう。あれは俺のせいじゃないよ。はい、西コース6番ホール381ヤードのミドルホールになっています。ティーグラウンドからグリーンは見えないんですが、途中に大きな木があるので、そこを目標にしながらティーショット打っていただくと、うん、多少左右にそれても問題はないかなというふうに思います。はい、そうするとセカンドは多分100ヤード切ってくると思うので、セカンド勝負にまたなってくると思います。なるほど、お願いします。はい、どうも。あの木のちょっと右あたりにじゃあ行きましょう。左でも大です。左でも大丈夫。やす、もうじゃあ振りましょう。完璧。お、いいじゃん。ドローで。ここら辺に戻ってきてると思います。よいしょ。自分で言うのもなんだけど、いやー無理だ。 51.3。 いや全然。でもなんか練習場だとヘッドスピード上がるよね。うん、上がる。よいしょ。やっぱ曲がってもいいからねそうだね。ああ、コスって曲がっちゃ困ったんだあ、よいしょ。いや、当たってないですね。え、当たってない。はい、珍しい。反応した。今反応してる、反応してる。めっちゃヒールじゃないですかね。はや、はや、いや、はい、50.5。 確かに当たってないわ。はい、うん、カメラと箱いらないんですよ確かに箱いらないな。
なんか箱のプレッシャーマジありますよね。なんか振らないと振らないでなんか言われそうだし。いやそうなんですよ、そうなんですよ。ダメだよこれ。すぐバレちゃうからね。バレちゃう。そうなんですよ。クラちゃんのボールは入ってますね、旗の中に。あたす。あー、あった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 。あ、すごい、いいとこいいとこ。98ヤード、はい、58度でいきます。はい、あー、いいとこ。じゃあ俺はどんぐらい、70ぐらい。うわ、うまっ。うまっ。ちょっと弱いか。あー、ちょっとスピンが効いちゃった、うん、しょうがないですね。うん、いや、おしゃれ。 71.5 80ぐらいあると思うけど。80.3。 うん、え、弱くね。終わったわ。いや、これむずいね。手前からアプローチ。逆目。あ、負けました。いやいや。いい勝負するな。全然切れないじゃん。いい勝負するな。わからない、わからない。もうナイス。いや、ちょっとプレッシャーかな。これ入れなきゃいけない。いや、なんか本当にいい勝負すんね。1メートルぐらいあります。微妙な距離です。下りのスライスです。これクラちゃんの力の見せ所だね。うまい。あれ出す。さすがクラちゃん。オールスクエア。オールスクエアで残り3ホール。うん。ああ、いい勝負。いいっすね。いいですね。やっぱ空気読める男でしょ。あれ出す。ああどうもどうも。